HKT48! Everybody! A lot like you've never seen before! Smelling from world famous Hakata! These angels have come down to perform for you! Are you ready?
始まりましたけど、皆さん熱くなってますか？すごい、本当に熱いです。ありがとうございます。熱いですね。みおちゃんどうですか？すごいたくさんの方が来ていただいて、嬉しい、とっても嬉しいです。皆さんありがとうございます。はい、じゃあここではですね、準備があるメンバーがあるので、はい、はい、準備いってください。はい、よろしくお願いします。はい、そして今日この開演前にですね、あのメンバー企画の夏祭りをやらせてもらったんですが、あの皆さんどうでしたか？嬉しい、ありがとうございます。なんかメンバーからなんか感想とか聞いてみようかな。さゆきゃん、私は受付のところでガラガラを弾いて、そう、私のとこ来たって方いますかね？ガラガラを引いて出た色の玉の場所に行く。例えば赤が出たらメルミオさんのサインコーナーがあって、でそこでナコの推しの方が来たんですね。ナコの T シャツ着てバッチつけて、なんかタオルとか持って、あ、ナコ推しの方だって思って、あ、じゃあ青を引いたらナコミクの名刺は確かにかな、うん、名刺は確かに、そうだから青を引きますねって言ってたんですけど、うん、いや緑引いてって言われたんですよ。え、緑、ちょっと待って、緑は4期生レーンなんだ。それはもう悪いですね。え、誰や？誰や？誰や？誰だ？多分ね、推し編考えてる人います。でもね、今日のコンサートでもうナコが取り返します。そう、皆さん、はい、開演前に誓約書を、あ、もらったんですけど、もらいました？もらってない人いますか？逆にいないです。はい、その誓約書についてエミリー、はい、ちょっと詳しく説明してあげてください。何何、はい、この誓約書はですね、今日こうやって若手メンバーが出てるメンバーを今日から1年間、あの箱押しするということを誓ってもらうもので、これを持っている方は1年後特別イベントを用意して、おお、よかった、すごい、イベントですか？すごいですよね。1年後ね。そう、1年後、ね、その誓約書があればイベントに参加できるってことですよ。そうですよ。じゃなくしちゃダメだね。絶対なくさないでくださいね、皆さん。そうだよ、ダメですよ、ダメだよ、えらい。はい、でもね、こうやってファンの方がこう制約、うん、して、制約、大丈夫、制約してくれた、何何何、なんですか、ファンの方だけに制約させるのも、はい、いけないか、いけないんじゃないかということで、私たちからも、はい、今日から1年間何かやり続けることを制約させようかなと、そうなんです、思っているんですが、今日はビビアン、美咲ちゃん、はい、誰だ、挙手忘れられた、マオ、はい、の4人に、はい、今から制約してもらいたいと思います。はい、じゃあまずまずは美咲ちゃんから。はい、私はあの4期生が入ってきたので、やっぱ先輩としてはバージョンアップして覚醒したいなって思ってるので、毎日必ず、うん、あの他のアーティストさんとかの動画を見て研究しようと思います。ほんと最近さ、美咲ちゃんよく喋るようになったよね。そうなんだよ、嬉しい。前はさ、さしこちゃんからさ、話振られてもずっと、うん、どんどん喉下がっていってたけど、今は喋るときに前に出たんですよ。成長、成長だ、これは思います。1年間続けてください。頑張ります。じゃあ続いてツッツン。はい、ついりこです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、あの4期生に同じ佐賀県出身の宮崎さのちゃんが入ってきたじゃないですか。そうだから、あのこれから毎日ですね、はい、あの1日1個、うん、755かググタスかメールのどこかに、うん、佐賀県のいいとこを1個書きたいなと思います。365個書くんで、そう、365個を見つけなきゃいけないの。大変、すごい、頑張ってください。頑張る、うん、続きそういないよ、大丈夫、大丈夫頑張るから。それでね、佐賀に貢献してください。貢献します、探します、はい、探してください。じゃあ次は、マオ、はい、は
い、マオはここにです。ちゃんと見つけてマオです。はい、マオはあのググタス更新がまず苦手なんですけど、うん、はい、そうなんだ、はい、苦手なんですけど、うん、これを機にですね、うん、ググタスに植物のことを毎日投稿しようと思って、うん、どういうこと？ググタス更新するから苦手で植物、どういうことだ？それを機に、あの危ないやつじゃないよね。はい、大丈夫です、大丈夫です。ピーポーじゃないよね。ピーポー、大丈夫ね。入るところから枯れるところまで、もう毎日枯れるところもいる。枯れるところもいる。はい、多分1年過ぎちゃうかもしれないんですけど、ぜひ最後ではね、見とれてください。なんでなんでなんで、見とれてくださいってどういうこと？見とれてくださいね、最後まで見ててください。はい、盛り上がりますか？それでは続いては4期生の曲です、どうぞ。ずっと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 いいの取るだろうか。
あのフレッシュメンバーということで人数が少ないからすごいうちわがいっぱいあって本当に嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。
おいで。はい。イエイ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 。はい、ということでスペシャルユニットメドレーを聞いていただきましたが、皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。皆さん座っちゃって大丈夫ですよ。ありがとうございます。ここからはですね、見るからに出来たてほやほやの子たちがステージ上にいるということで、みおちゃん、まずこの子たちの紹介をお願いします。はい、 HKT48 の福岡のツアーでお披露目されました新しい仲間、 HKT48 の4期生です。よろしくお願いします。文鳥ちゃんだけなぜかお辞儀しないというね。はい、じゃあね、みおちゃん、この4期生にはですね、今回この MC があるということで、みんなに事前にアンケートを答えていただいたんですけど、はい、最初にじゃあ自己紹介しちゃいますか。そうですね、はい、年齢と出身地と、年齢と出身地と名前名前一番大事なの忘れてる。名前を、じゃあ宮崎ちゃんから。はい、はい、お願いします。はい、佐賀県からやってきました、高校1年生15歳の宮崎園です。よろしくお願いします。イエーイ。ちゃん、はい、大阪から来ました、15歳松本ひなたです。よろしくお願いします。イエーイ。福岡県から来ました、16歳の高校2年生、豊永あきです。よろしくお願いします。イエーイ。あきちゃん、はい、福岡県から来ました、16歳月橋真音です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、宮崎県から来ました、15歳高校1年生児童上ねねです。よろしくお願いします。イエーイ。神奈川県から来ました、中学2年生13歳武田智香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県から来ました、12歳清水梨央です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県から来ました、高校3年生17歳堺萌香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県からやってきた17歳穏やかです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、はい、北海道から来ました、17歳Unjo、ヒロナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでこの子たちと一緒にお話ししていきたいと思うんですけど、はい、はい、じゃあなんか特技ある人。私の特技はアニメ声なんですけど、アニメ声なの？じゃあどうしようかな。ここにいる方たちはきっと萌え台詞とか好きだと思うから、そう、だからじゃあアニメ声でなんか萌え台詞とか言ってみて。はい、3、大丈夫、準備、ここじゃ大丈夫です。大丈夫ですかな。3、2、1、みんなのことがバリスイトーケありがとうございます。すごい、かわいい。おー、びっくりした。はい、はい、びっくりした。メルミオさんにちょっと聞きたいことがずっとあるんですよ。二人でずっと話してて、二人ともすごい黒いんですね。あ、色が。はい、確かに色が黒いんですけど、4期生の二人がってことだね。そうなんですよ、色が黒いんですけど、自撮りとかを今後撮りたいんですけど、はい、しなきゃだもんね。そうなんですよ、でもしなきゃなのよ。アイドルだからさ、自撮りしないといけないんだ、ね、そうで、白く可愛く映る方法は何ですか。うん、それはアプリが今いろいろありまして、アプリを使うと白く撮れるので、どうでしょう。でも、はい、なんかアプリ使って2人白くなるじゃないですか、うん、はい、なりますね。実際これから握手会とかしていくと思うんですけど、うん、はい、実際会って、え、ちょっとレーン間違えてねみたいな。そうか、黒すぎてね、黒すぎてあれ、あれって思われちゃう。じゃあミオもさ、最初黒かったよ。めっちゃ黒かった。なんかテニスやってる女の子みたいな、結構健康的なね、うん、
話してたけど、あのこの世界に入るとあの外を歩かなくなるんですよあの車両がね送り迎えしてくれるから、だから二人とも可愛いし大丈夫よ。そうそうそう歩かなくなるから白くなるから なんか白くなる大丈夫大丈夫後々ね白くなっていくということで、はい、いいですかね。いいですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次はどうしようかな。付き合いしちゃうにしよう、はい、何か体が柔らかいことで、おおすごい、なんかやってみて。あ、じゃあじゃあ靴脱ぎます。はい、そんな投げやりなことあるごめんね大丈夫です。痛いじゃんやっぱ。はい、いける。大丈夫です、はい、いきます。はい、ね、すごいすごいすごい、すごいすごいすごいね。みおちゃんはどうなの。私できない、ここまで嘘だよ絶対。じゃあ最後にしようかな、うん、小田ちゃん。はい、私はみおさんに質問があるんですけど。いいよ。どうしてそんなにおっぱいが大きいんですか。おっと、ちょっと待って、ストップストップストップ、まだ入ってきたばっかりだよね。大丈夫、おっぱいっていうフレーズを言っちゃって。小田ちゃんなら大丈夫、小田ちゃんなら大丈夫、宇宙人の子だから大丈夫。あー、そうですね、分かった、続けてください。あー、おっぱいか。あ、おいくつですか。17です。あ、同い年。はい、ちょっと触っていい。初おっぱい。あ、もうしょうがないよしょうがないということで、もう続いての曲いっちゃいます。はい、行きましょう。続いてはじゃあ4期生が曲振りしてくれるんだったよね。あれ違ったっけ。そうでもないみたいな。そうでもないじゃあもう曲振りしちゃいます。待って、皆さん立ってください。さあ声出す準備できてますか。後半戦盛り上がっていきましょう。続いてはこの曲です、どうぞ。
けて判断してもらいたいんですけど、なるほど、大丈夫ですか。はい、はいはいはい、メンバーにもやっていただくんでよろしくお願いします。はい、じゃあ1問目いきます。じゃあ早速いきますね。はい、はい、ドゥドゥン。初に行くならどっち？赤、海、青、お祭り。あー、迷う、迷う、迷う、これは難しい。あ、まだ上げなくて大丈夫です。じゃあメンバーはこっちが赤で、なこは分かれました。海に行きたいんで、なこが赤チーム。私夏祭りに行きたいわ。おっ、ライバル、ライバルや、ライバルです。じゃあこっちが海、はい、こっちがお祭り、お祭り、はい、究極赤が海で、また言うの、青が海。なんでミクにもう一回言ったんですか。忘れたらあれじゃないですか。はい、じゃあメンバーに早速分かれていただきたいんですけど、はい、はい、動いて、動いてきます。究極の選択、こっちかな。あれ、ちょっと待って、やっぱりみんな夏祭りだよね。夏祭りに行きたいわ。今日もやったしね。あれ、あれ、メルちゃん、メルちゃんが来た。じゃあメンバーでは夏祭りが多いということで、うん、じゃあファンの皆さんにも一気に上げてもらいましょう。せー、せーの、はい、わー、青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 、お祭りが多い。お祭りが多いですね。やっぱそうだよね。そうなんだ。マリアはお祭りがいいの？はい、お祭りがいいです。お祭りのどういうとこが楽しい？ジャガバター。そこ、あるか分かんないのに、あるか分かんないのに、ジャガバターが好きなので。そうなんだね。そうね、食べたいもんね。グラタン、ジャガバター、OK、 覚えた。好きな食べ物いっぱい。じゃあ2問目いきましょうかね。2問目いきましょう。じゃあいきます。喧嘩が強そうなのはどっち？赤、アラマキちゃん。青、今村ちゃん。迷う、これは迷うね。え、赤がミルンちゃん。じゃあ、美咲ちゃんが立ってようか、赤の方に。赤、マリアが。どっちかな。待って待って、これ難しいですね。めっちゃむずいよ、めっちゃむずい。これマリア怒ると怖いよ。え、ほんと？怖くないよ。これは怖いな。なんかでもここにドラフト3期がいるっていうのがちょっとなんか、うわぁ、怖いから怖いですね。こっちかな。あれ、あら、平等の。でもこっちも3期生固まってますね。結構やばいやばい、同期対決みたいな。同期対決。でもどっちかといえば美咲ちゃんの方が多いですね。なんかね、さっきね、ここでラジオやらせていただいたんですけど、その時も裏番長って言われる率が高くて。そう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 、やっぱりね。でも、マリアも負けてないです。私がおっぱいって言ったらマジ怒りますから。えぇ、おっぱい関係ないよ。それ関係ないかも。ビビアンおっぱいしか言ってないよ。やめてよ、やめてよ。じゃあね、もうファンの皆さんにも決めていただきましょう。決めましたか？じゃあ、はい、せーの、はい。あ、赤多い、赤が多いよ。上は、上、あらあら、上の赤が多い。ほんとだ、全然嬉しくない。確かに、赤はね、ごめんね。じゃあ、最後にいっちゃいますか。はい、最後にね、いっちゃいますね。じゃあ、じゃあ最後いきます。ミクリンさ、手汗でさ、これもうヨボヨボやばいよ。手汗が、汗が止まんないですよね。髪がヨボヨボ、やばいね。最後、最後、はい、じゃあ、今日をたどって4期生に推しメンができた。赤、赤ができた、青がまだ決まってない。どっちかな。メンバーは分かんなくて大丈夫なの。分かんない、分かんない。多分ね、多分さっき仲推しの人ね、あげるけん絶対。やだやだやだ、誰だ、誰だ、もう誰か当てちゃうね。じゃあいきますよ、せーの。おー、半々ですか。半々ですか。赤が一面できた方だよ。できた。でもまだ、でもいいな。でも結構いますよ。ちょっと嘘ついても。結構多いもん。上が多い。上が多い。うちわの裏はほとんど4期生の子です。うわ。あー。そうだよ、もかちゃんのね、うちわ持ってる人見つけたんだよね。もうね、4期大好きっていう人いるし。やっぱりみんなね、新しいもの好きなんだよ。そうね。そうだよ。そうね。やっぱり4期生入ってきて好きって言われるのも本にも嬉しいと思うし、いいことだと思います。いいこと、はい、私たちも負けませんよ。でもね、負けないということで、遊びに付き合っていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お返しします。はい、いいですか。はい、ミクさん、はい、どうした。大丈夫かな。大丈夫。続いては4期生も全員含めてお届けします。どうぞ。
4曲続けて聴いていただきましたが、ありがとうございます。本当に暑いですね。暑い。暑い。もう楽しい時間もあっという間で。早い。最後のまだやりたい？やりたい。ダメなんです。何人かに聞いていきたいと思います。それではマリア。はい。
から初めて先輩になって今村さんそれでこのコンサートのリハーサルを通して少しは大人になれた気がします。マリアね、うん、あの間違ってる番号を2.5とか言ったりしてあすごい教えてあげたの。大人になったね。はい、なりました。いっぱいじゃん。もう偉いね。じゃあ4期生からひなたちゃん。はい。うん、今回は出る場面も多くてとても緊張していたんですけど、うん、楽しかったです。あと一つすごい日記みたいになってるけど大丈夫かな。楽しかったです。大丈夫嬉しいです、ね、いあと何、あと一つ言いたいことがあるんですけど、すっごいさえさんに似てるってメンバーが言ってるんですけど、めっちゃ似てる。どう思いますか。似てる似てるね。似てる。え、似てますか。なんでそんな嫌そう。やろ。嘘でもなんかすごい似てるって言われるんですけど、うん、それをずっといじってきて、私さえさんにめっちゃ似てるって言われるんでみたいな。関西弁。大阪だから。とりあえず関西弁でね。いつも可愛い。はい。だからもっとさえさんのファンを自分のファンにしてください。いいよ。そういうのいいよ。いいんだ。確かに。ちょっとこれから仲良くできないですね。仲良くしてあげて。仲良くしてあげて。はい、はい、じゃあみくりんは、はい、はい、はい、私は、うん、今日あの初めてトロッコに乗れたんですよ。おー、よかった。どうだった、トロッコからの景色は。なんかね、普段やっぱりこういう端のね席の人とかに近距離会えないから。そうだね、近距離。そうだから、トロッコに乗ってファンの皆さんの近くに行けたことがすごい改めて嬉しいなと思いました。よかった。ありがとうございます。こうやってね、あのファンの方の近くに行けるのも HKT48 のライブならではというか。そうだね、確かに楽しいですね。じゃあ最後、みおちゃんお願いします。はい、はい、そうですね、うん、最初は本当にもう不安でですね、緊張してあの吐きそうだなってちょっと思ってたんですけど、でもこうやってステージに立って皆さんが温かく声援を送ってくださったり、メンバーも新しく増えてアイコンタクト取ったり楽しめたので本当に良かったです。最高です。ありがとうございました。はい、今日はですね、こうやってフレッシュコンサートさせてもらってすごい不安でたくさんいっぱいだったんですけど、はい、こうやって皆さんに声援をもらったり、たくさんコールを叫んでもらったりして、すごいいい経験をさせてもらったなと本当に思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。最後はめちゃめちゃ今まで以上にめっちゃめっちゃ盛り上がってこの曲やります。